はい皆さんお疲れ様ですコロナで大騒ぎになってる今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか、えー、イークラはですねまあぼちぼちやってますねえっ、ー、と私の方の営業もまあ、かなり短縮の営業という形でやってて今までみたいにですね例えばあの自転車組むのだったらお客さんと一緒にずっと何時間もですねあのお客さんとべったりくっついたのはお客さんと相談しながらこの 組んでったりとかあのチューニングしてったりとかそういうことっていうのが、まあ、できなくなっちゃっててだから一つのうちの売りのサービスが今提供できない状態なんですけども、まあ、今はしょうがないんでオンラインで店頭で受け取ってあとはあのメールに写真添付みたいな形で、えー、お客さんとやり取りをして、えー、ことを進めていってるっていう感じです。 ですかね、あとはまあ通販はえ通常通りそれからスクールの生徒さんもまあなるべく控えていただいてるような感じなんですけどもえーだからまあうちも影響は出てるっちゃ出てる出てるっちゃ出てるけれども今あのうちはあの私一人でやってますんでえ人のことを心配する必要がないのでまあ随分気が楽なんですね。それから えー、家賃払ってるわけでもないし借金があるわけでもないしというんで他の経営者の方から比べると相当気が楽なんですよで私の周りはですね経営者のの人がすごく多いのね家族とかあの友人とかあとはお客さんとかも、えー、経営者もしくは経営者に準ずるようなあの立場の人っていうのがすごく多いんですけども。 世間の人からするとそれはちょっとあのなんうんだろう別の世界と言いますかねあんまり経営者とは関わりがないっていう人の方が圧倒的に多いわけじゃないですかそうするとね私の目から今の日本を見るとどうなってるかっていうとかなりある意味相当やばいことになっちゃってますねあの経営者の皆さんがもうガクッときちゃってるんでねあの顔色がもう変わっちゃってる。 一気にけちゃったね皆さん中にはへっちゃらっていう人もいるんだけどもうん例えばあれね経営者でも例えばあの不動産を賃貸に出してますっていうだけの人なんかは別に収入が変わんないわけじゃないあの田中でたまに出てっちゃう人とかあの夜逃げしちゃう人とかが出るのかもしれないけどもまあ,あの大枠では関係関係がないっていうところまでいかないんだけど。 うん、さほど困,困らないっていう人も中にはいるんですよだけどあの飲食関係の人なんかはほっとほっと困っちゃってるんだよね普通ね商売やってるところって運転資金っていうのは2ヶ月とかねそのくらいしかないところがほとんど なんですよ毎月の支払いが200万円ありますとかいうところで現金で持ってるのが400万円しかないとかねそうすると2か月間金が入ってくるのがほぼ止まっちゃうとそこで一気に万歳みたいなことになっちゃってでそこで金融機関に行ったって金は貸してくんないわけですよあの通常はね。で今回の場合はコロナだからってんで政府がわわわわ言ってるけれどであれがわわわ言ってるのが何か役に立つのかっていうとまあ結構結構まやかしっていうとおかしいんだけど。 まっとうに商売やってる人がお金借りられなくって、えー、と不正をやりに行くヤクザはペロッと持ってっちゃったりとかするのよ。あのヤクザな商売の人たちっていうのはあの政府が出したこれだったら貸しますみたいなのに合わせた会社を用意しちゃってそれで融資受けて金が入ったらそれをみんなで給料とかあのな何々買いましたとか。 こういうのでお金使いましたって言って「ああ金ないです万歳」バンザイとか言って会,会社潰しちゃって終わりにしちゃうっていう <laughs> そういうことをやらかすんでうん不正をやる人にはペロリとやられるでマットに商売やってる人にはなかなか貸しようがない貸しようがないっていうかな借りようとしたって借りられないで金融機関に行って担当者からこう剣もほろろに追い返されて終わるみたいなねそういう不条理なことになってるのよ <laughs>。笑ってる場合じゃねえよな。 笑ってる場合じゃない。あのやってる人たちはもう大変ですよ。政府の無能ぶりがあ,あ,あまりにも <laughs> ななんかあからさまにこう分かっちゃったね。で一番トップの安倍晋三のメンタルの弱さっていうのもよくよく分かっちゃったよね <laughs>。いや彼はさ1期目もメンタルの弱さを露呈したけど2期目もやっぱりダメだったね、うん。顔がえらい変わっちゃったけどさ。 でい「いくらお前はどうよ余裕しゃくしゃくなの?」って言うと,、うんとね、私の方は時間ができるぞちょっと長距離ランとか行こうかなと思ったらそうもいかないという状況になっててうわっとか思ってるの。あのいろいろねロングランに久しく行ってなくてこれじゃいかんとか思ってるわけよ。ああとはあの パイオニアのペダリングモニターももっとデータを収集したいな。とかいろいろあって走り行きてーとか思ってるんだけど、まあ、結構走り行ってる場合でもねえなってことになっちゃってんだよね。うん、で自転車で単独で走ってる分には、まああのウイルス関係からすると別にいいいいじゃん。ってことになるんだけど、あの私の家庭の事情なんになるなりがすごい許さないという。 <laughs> うん、ち,ょちょっっとと残念なことになこにてますでしょうがないからいろいろ勉強し直そうかなとかねあのこの本読んとかなきゃなって思ってたんだけどあのなかなかじっくり読む時間がなくてなんか放りっぱなしになってましたみたいな、うん、そういうのとかを引っ張り出して今こう時間を見つけちゃあの読んだりとかあの読んだものをさらにこう調べたりとか、えー、考えたりとかあとはちょ,ちょっと最近やりだしたのは昔の 見見た映画をを再度見てててみよようっていうのをやっっいののやるで最近見てああとか思ったのは汚れた英雄だね、うん、私がね高校生だったような気がするんだけど劇場に見に行ったんだよねあれ一人でね一人で見に行ってうんとか思ってでそれを40年ぶりぐらいに見てどう思ったかっていうとあれこういう映画だったんだって。でやっぱりね年を取ると映画のこのこ だろう感,想感想っていうのかな今時の映画から比べりゃ予算が多分あれは予算数億円ぐらいで作ってるんだろうから今今時の100億円かけましたみたいな映画から比べるとそんな刺激の強いシーンってのはないんですけども、うん、まあその予算内でやれることをきっちりこの やってる映画ですね。あの全体の映画全体の作りがああ,ああいいじゃないっていう映画ですよ。とあとはあれはね美術をやってる人が一体誰なんだかあの独特なあのデザインセンスですね。今見ても新鮮だなと思う思うようなところが、えー、ありましたね。で何つうんでしょうね。今はね。 うんと昔のフィルもうデジタルリマスターっていうのがいっぱい出てきてますんで基本的に昔の映画っていうのは今時の映画から比べるとずいぶんとこのあ荒が目立つというかねだけども昔のものは昔で見,見るべきところがあのいっぱいあってだからあの今,今最新の映画っていうのは昔の映画の土台の上にこう立ってる。 わけだよねその上に立ってるもんだから当然最新ののっってのは面白かったり刺激的だったりすするんですよだけど所詮は大衆に合わせなきゃいけないから「ゲ」みたいなところがあるのに昔のやつっていうのはねお金がかかってない分口出す人間が少なくて表現者がストレートに出そうとしてるものがそのまま出たり出てたりとかしてなかなか面白い。 ですね、だからこう,こういうのもねな時間が取れる時じゃないとなかなかやろうって気にならないんで、えー、皆さん時間が今取れるんだったらあのぜひやりましょう。ね、であれこれこう不安になったってしょうがないからさ時間があるんだったらこの時間をどう使うどう,どういうふうに有益に使おうかっていうのを考えた方があのいいと思いますよ。で最も間違ってるのは、えー、ど,っかにどっかの誰かにすがること。 <laughs> 通信教育で何かやろうかなとかねそれで、えー、と資格資格を取ろうとかねそういう形のあるものをにすがろうとすると、えー、どっかかの誰かに金を取られて終わりです <laughs> 大人になるとさ長期の休みって取れないじゃんこうま,まとまった時間っていうのが取れなかったりするから今回のコロナはこれをチャンスと え言えるぐらいのこう余裕がある人はこれをチャンスというふうに捉えてでなんだ普段できなかったことをやるまあこれが正解だとあの思いますねまあ当然あの病気にならない方がいいんですけどもあの幸い日本はですね世界と比較するととんでもなくあの感染者も少ないしえ死者もとんでもなく少ないわけじゃん。で死者のデータなんか見てると,えっとほとんどお年寄り なんだよね、あの80歳とかさ、えー、その辺の人が亡くなってるんであって私ぐらいの年私今55なんだけど55で死んでるのは何人だっけ ?10 人ぐらい死んでるんだっけで40代だと数人30代も数人なのかなまあそんな調子です。あのほとんどの方が高齢者で高齢者ってのは何て言うんだろうなむ昔はあの死因ってのが特にな,なかったんだよねあの老衰みたいな。 扱いだったのが最近は一応死因は何々っていうふうに言うようになったもんだから肺炎による合併症がどうのこうのみたいなあの有名人とかが死ぬとねそういうふうな死因が何々ってこう言うわけじゃないでその死因の中の一つがコロ,ナになコロナになっただけとも言えるんだよ。でこういうことを言うといや第2波は今度はワい子どもみんな大勢死ぬようになるぞっていうふうになるんだけど。 あの少なくとも今のデータを見るとそうなってる。で第2波の改造版のコロナウイルスっていうのが次の冬にやってくるのかもしれないんだけどもそれはそれで対処していくというだけのこと。でも日本は初動に失敗したやな。<laughs> 初動が大失敗です。えっとあまあちょ,ちょっと待ってあの話を元に戻そう。結局あのやれることをやる全体が自粛ムードになりすぎてる今の状態も異様だよね。なんかサーフィンの あの教会だか何かだかがあってそこもサーフィンやるなみたいなことで言っちゃってるらしいんだよ。サーフィングレーいいじゃねえかよ。密集してサーフィンやるわけじゃないんだしさ。ど,どういう条件でこうなっちゃってるのかなよくわかんないね。うん、ではまああの結論は、えー、有効利用する。あの状況が変化したんだったらその変化にきちんとあの適用するっていう。 ことを皆さんあの心がけましょうよ。それから、あのマスコミに踊らされない。今テレビつけるととにかくね。あのコロナのことを大げさに言って不安を不安にさせようというかしてませんからで、人間不安になるとね。免疫力が起こってろくなことになりません。あの、コロナどころか他の病気になっちゃうからさ。だからマスコミに踊らされないように。 ししましょうでおあの多くの人は踊らされちゃうんだよねでねでんでかっていうとだってマスコミのやってることっていうのは大衆に受けることをやってんだからさから戦前だったらさ「打ち出しやまん」とか「1億玉砕だ」とかさ「あの鬼畜べーとかやっておくとこれは大衆に受けたわけじゃん大衆に受けたからやってたんだよマスコミは。で今はコロナだああ大変だああもう人類が死んじゃうみたいなさ「パンデミックだ」とかやると受けるわけじゃん。 えー、どこだかの大学教授連れてきてさ何十万人死にますとか言うとそれが大衆に受けるわけだよ受けるからやってんだよ真実とは別にねあの真実とか本当は伝えるべきというのは全然関係なしに大衆に受けることをやってるんだで大衆に受けることをやってるってことは大衆はそれを「イエ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 イ」とは「あのイエとは,あのとはあの心の中で,で「いえででも表面上は「うん」大変だよねコロナ大変だよね」ってこれやってるわけだよ。 だそんななのに関わる必要性は全くないでマスコミが何か言ってたらあ「マスコミってのは意図があってやってるからこの意図は何だろうなってのよくよくあの考えましょうよ。で今マスコミはあのコロナって騒いでおくと自分たちにとっては得だぞってやってるからあマスコミってのはこうやって動くんだなっていうふうに冷静に見ときゃいいんだよね。あのねあれあれ見とくといいと思うあの伊丹十三監督作品の「民、え、房、ー、の女」。 民謀ってのはね民事介入暴力民事でこう介入してきて警察が手出せないようにしてそれで金を踏んだぐるっていうやり方をやってたんだけどそれのからくりってのを、えー、描いた作品であれ以降は民事介入暴力っていうのがぐーっと減っちゃったのや,やり口がバレちゃったもんだからチンピラな皆さんがそれできなくなっちゃって、えー、それで怒ったチンピラな皆さんたちが伊丹十三監督を,モロコを襲撃したっていう事件があったんだよな。 で今マスコミがやってんのもねまさにそれなんだよ。わーっとこう雰囲気を作って自分たちだけ得をしてキャロッとしてるっていうのはあのでそのからくりをじっくり見てうんあう、あああなた方はそういうふうにやるのねっていうのをあのじっくり観察する冷静さを持つには「あの貧乏の女」という映画を で女っていうのはの何なのかっていうとあの主演のあの女優さんの名前忘れちゃった、えー、と伊丹十三の奥さんねあの人が主役なんだけどその主役が、えー、民事介入暴力の専門の弁護士っていう役で出てくるの。でだから民放の女ってのはその弁護士のことなんですけどねでその弁護士に鍛えられた、えー、とホテルの担当者2人がねあのヤクザから脅されても そのヤクザをじっくり観察できるようになってきてっていうのが中盤ぐらいからそうやってなってくるんだけどねそうするとヤクザが「おら!」とか来ても「あ今ヤクザはこうやって考えてんだなこいつはこうなんだなあこいつの立場はこうかあなるほどじゃあこう対処すればいいんだな」っていうのがだんだん分かってくるっていう、ね、で、えー、まあそれから学んで今度は今今マスコミがワーワー,ワーギャーギャー騒いでるのを観察してると「あマスコミってのはこういう人があるんだなあこの大学教授連れてきたってことはこうなんだな」とか。 えー、そういういのが冷静に見れでえっとねあのテレビってのは今年寄りをもっぱら見るようなメディアになっちゃったわけじゃないあの新聞もそうなんだけど、えー、お年寄りに教えてあげましょうからくりを、ねまあ、こういうところから地道にやっていく地道にやっていくのとあとは自分自身はたの楽しむあの今,今までできなかったことを、えー、じっくりやってみるっていうそれをいい,い,い機会だっ というふうに思ってみては。あの、いかがでしょうかね。